こんな綺麗な顔があるのか、徹子の部屋に仰天ゲスト登場。ネット騒然の事実とは。俳優の塩野昭久さんが徹子の部屋に出演し、 NHK 大河ドラマ光る君へでの一条天皇役が話題です。黒柳徹子さんは塩野さんの美しい顔に驚き、両敵の演奏にも感心しました。塩野さんは17歳でデビューし、現在は劇団エグザイルに所属しています。ネットでもその美しさと所属に驚く声が多く寄せられています。みんなの反応。流星亮さんは恐竜じゃ愛好控えめだったけど、大河でブレイクしたね。今後も期待。大河ドラマの天皇役が美しく、楽器も演奏して感動。別の作品も見たいな。一条天皇と中宮貞子の美しい姿に感動してドラマを見てたんだけど、貞子が退場してがっかり。でも最近は明子との仲良しな姿にまたうっとり、この作品の一条天皇本当にぴったりで、他にこんなに平安時代の天皇が似合う人いないよね。これからもいろんな作品で見るの楽しみ。最近のイケメンは微妙な人も多いけど、この人は正統派美男子で天皇役にぴったりだね。塩野さんは中学でお父さんが病気になり、高校に行かず家業を継いだんだって。17歳で芸能界に入り、一人暮らしを始めたんだ。話し方や立ち振る舞いが品があって常識的で落ち着いてる。いろいろな事情の中で自立してきたんだなって感じるし、心の美しさが外見にも現れてる印象だよ。おじいさんが弁護士で、お父さんはクレープ屋、ご両親の病気で中卒になった苦労人、老いたちが影響してるかも。良い作品に出会ってほしいね。あのイケメンなのに、しっかりした意見を持ってて落ち着いてるから好印象。自己肯定感が低いって言ってたけど、もったいないよね。もっと自信持ってほしいな。彼が出るドラマとか舞台があれば見に行きたいなって思ってるよ。塩野昭久さんは中卒後に実家のクレープ店を手伝ってたけど、ジュノンスーパーボーイのオーディションで特別賞を受けて芸能界デビューしたんだ。スーパー戦隊や仮面ライダーでブレイクする人もいるけど、塩野さんは恐竜ジャーの話はしなかったね。いろんなドラマのオーディションを受けて最終選考で落ちて悔しい思いもしたみたい。でも2024年の光る君で一条天皇の役をゲットして、貴族の雅さを出すために両敵の練習や平安装束の着こなしに苦労したんだって。この役が彼の知名度を上げるきっかけになったんだよ。その俳優さん、国宝級のイケメンで本当に美しいよね。目覚ましテレビで見た時、岡田将生くんに似てる新人かと思ったら一条天皇って聞いてびっくり。下界に降りるとおおらけしてて、憑依型俳優なんだなって感心したよ。おかみの役は本当にぴったりで、これ以上の天皇役はないと思う。他の人が演じるのは難しいだろうね。苦労が良い演技につながったんだろうね。人は美しいものに惹かれるのは自然で、普遍的な美もあるよね。感性や感情をルールで縛るのは難しいって考えちゃうよね。一条天皇の御陵は龍安寺の裏にあって、 Google マップで確認できるよ。昔龍安寺の近くに住んでたけど行ったことはなかったんだ。って名前で地図上では龍安寺の北にあるね。龍安寺は平安時代にはその宗派がなかったんだよ。塩野さんが一条天皇にぴったりだと思うんだよね。笛のシーンが印象的で、明子が天皇を見ないからなぜ見ないって聞いたら、明子が笛は聞くものですって返して、周りが凍りついたんだよね。天スメラギがやられたなって言って、明子に中宮になりたいのかって聞いたら、明子は仰せのままにって答えたんだ。天皇は明子に自分を重ねたみたい。この会話は史実っぽくて、紫式部日記にもあるらしい。このシーンがあったから、後の明子のお慕い申し上げていますがすごく響いたんだよね。二人が結ばれてよかったって思ったよ。彼の美しさが今まで注目されなかったのは不思議。大河ドラマでついに輝いたね。今後が楽しみ。オスカーから早く移籍してたらもっと早く見つかったかもね。光る君絵が気になった人はハイアンドローも見てみて、塩野さんの別の魅力が楽しめるよ。一条天皇の美しさが光る君はまるで大地真央さんのように美しいね。一条帝の役に塩野さんがぴったりだね。美しく品があって若さゆえの自信のなさや一途さが見える。まだ大舞台の経験は少ないけど、大河ドラマで重要な役を演じるのにふさわしい。出番も多いし、役と俳優のマッチングが良かった。塩野さんが一条天皇役に決まった時、最初は町田啓太さんのバターかと思ったけど、実際は重要な役で驚いたよ。今までヤンキーやゲイの役しか見たことなかったから、
天皇役がこんなに似合うとは思わなかった。彼は顔が美しいだけじゃなくて役によって印象が変わるカメレオン俳優だね。無能の鷹も楽しみだな。その俳優さん、天皇役がぴったりで一気に注目されました。謙虚で好感持てるし、これから忙しくなりそう。応援します。大手事務所からフリーを経て LDH 所属、今の活躍嬉しいです。美男かどうかは人それぞれだけど、芸能人は舞台や映画での見せ方が大事だと思うよ。初めて見たのはブラックファミリアのクズ役で、次に一条天皇役で無垢な姿に虜になりました。両敵も自分で演奏してて、今後の活躍が楽しみです。特撮好きだった10代から大出世、努力が実ったね。大河でキングと共演、深夜ドラマで原役の自然な演技が印象的で、大河ドラマ出演が嬉しかった。これからも活躍しそう。両敵が聞きたかったけど、途中から見て素敵な方だと思ったよ。ジャニー系と違い、地道に演技に打ち込む俳優になってほしい。徹子の部屋で光る君への天皇役が良かった。一条天皇が光る君に一番合ってるよね。みんなの反応としては、塩野昭久さんの美しさと一条天皇役の敵役ぶりに感動し、今後の活躍に期待する声が多いです。少数意見としては、彼の生い立ち役老に共感し、内面の美しさを評価する声もあります。当チャンネルの意見としては、塩野昭久さんの美しい容姿と演技力が大河ドラマでの一条天皇役に非常にマッチしており、多くの視聴者を魅了していると感じます。彼の背景や努力も含め、今後の活躍が非常に楽しみです。